榊豊、甲斐の FA について、甲斐が国内 FA 権を行使するとの報道に、びっくりしたなと第一声。日本シリーズ第4戦、海野がスタメン保守で出場したことに触れ、本当に大事な試合。なぜ外したのかなと思っていた。甲斐に感じることがあったのかもしれない。これは憶測だからねと語った。続けて、ソフトバンクは強烈に引き止めると思う。他も欲しいだろうね。このキャッチャーは、間違いなく、市場の人気になると断言。他球団が甲斐を欲しいと言った時、今度、山川クラスの契約が出せるか。多分、ソフトバンクは甲斐に対しては出してくる。甲斐がいなくなったら、相当苦しいと思う。守備面に関して言えば相当きつい。甲斐は頭脳だからなと語った。移籍先の候補として巨人、阪神、広島を挙げ、守りの面で甲斐は抜群。甲斐が来てくれたら厚みが出るなどと語っている。巨人なら山川クラスの坂本がいる。もう、ホークスにうんざりしちゃったんじゃないかな。俺なら出るな。ホークスは敵にしてなんぼなチームだもの。お金だったら FA はしてないよな。たまにはソフトバンクも取るばかりではなく、流出してみてくれ。不公平だ。地元に近いし待遇も良いのに、何が不満なのか？一刻も早い宣言をこう。来年のワクワク感がたまらない。巨人しかない。阪神も広島も間に合ってるし、広島にはマネーがない。なんせ打てんからな。阪神若手でもないのに、いります。大城残留で巨人は動かないと思う。阪神、中日あたりかな。ポストシーズン0安打はいくら守備良くても必要ない。パリーグのことはほとんど興味のない方にしのごの言われたくない。カープは行くだろう。日本シリーズの甲斐キャノンは衝撃だった。想定してたやろ。不満を公言してたからね。年俸釣り上げのパフォーマンスじゃないよ。ソフトバンクを出るのかな。チームの顔出し引き止めもすごそう。FA の年に球団と駆け引きできない保守はいらんでしょ。甲斐は勝負に出たね。西武が取ったらマジでおもろい。